に食べた。え、何年から何年まで教えてた？何歳から何歳？十、一番最初は、高校出てとか、大学出てとか。うん、ね、その時ちょっとフリーターだったらしいんです、一番最初は。それで、家臣に結構住まいもすぐ近くやから、ちょうど求人見たら、あ、なんか市町村って面白そうって、なんか今まで聞いたことないなーって面白そうと思って、で、行政書士の資格とかも持っとっちゃう。うん。だけど、ちゃんと物が、一応最低限こうストーリーが分かる人で。で、ずっと見よってさ、ほら、うちも人は育てないかあんと思って、たら、いいなぁ、あそこはあんなにいい人が育ちよ、それに比べてうちはと思いよったわけよ。で、一緒にほら市場に行ったら作業したり、要するにここ以外で私を知っとうやない、ね、そんなんで、まあ、うちの私のことも知ってくれる人たちけど、まあ、ずっと勤めよったらさ、やっぱ大変なことがあったし、で店長で、まあ、それ の, 社長の代わりに出てきよったぐらいの小焼き人やけんさ、要するに自分のところ以外にをその場所に派遣するスタッフってさ、一応ちゃんとした人を派遣して、だけど、あ、この人と一応次の大事な人として育てようしちゃねーって思いながら、だからなんか一緒に地下鉄に乗った時に結構社長が厳しくてですねーって言うのは若い方の社長ね、まあ、だけどさ新しい社長はやっぱりこうね気負って、まあ、その表現が乏しいところもあるかもしれんけど、でもいいところよって、あなたが今勤めようとか本当にいいところよってだけそげん言わんでから考えようと自分の気持ちをちょっとコントロールしてから考え直したらとかなんとかって言ったことがあったって。でそれでも辞めるって時に10年以上経ったよ、で店長やったとよ、だけど私だけ逆に呆れて、ってみんなもその時辞めますって、分かった、じゃあさ、とりあえず外の風に吹かれてきてごらん、私たちの業態がいかにね幸せかっていうのが分かるよって、いっぺんちょっと外の空気吸ってきてごらんって言ったわけ。そしたら他の人たちが、ああ今度帰ってきた時はアルバイトで雇ってやるよとか言う人もおったけど、いやいやそうじゃなくて、そげんまでして決めて行こうってしようこう、もう止められんけんね。でそげんしょったら、まあ明太子屋さんに何年かおっしゃったみたいだけど、次にそれこそお母さんが亡くなった時に挨拶に来た時は、南さんの名代で来ましたって言っちゃった。だけどこをどう間違ったらそうなったとっていう話をしとって、でももうね、でもまあお周りに来てくれとうのはね、でもあなたが名代は務まらんやろって言ったわけよ、なんで名代なんて。でそれで辞めたっていうことを私に挨拶に聞いてくれて、辞めたって聞いたけん、あ、違う、いや挨拶に来たとよ、で自分でちょっとやってみますよ、ああそうね、まあでもね自分でやりたいけんね、あれもあるけど、いやそれはそれで、あなたの人生やけん頑張りって言っとったら、数ヶ月してまだ求人してありますでしょうかっていうけん、もうプロの条件も感想も書きましたと。分かった、まともにあなたの話を聞いたことがないけん、ちょっと今日ご飯一緒食べろって、あなたの話もちょっと聞こうねって言って、でその電話を切ったすぐ、もうその即吉村さんのとこに、それで彼が来とうけん、とりあえず今日ちょっと話聞くねって言って、で前向きにご検討お願いしますって言った、彼が言ったけど、お母さんのことを思い出しちゃった。お母さんがやっぱりと高山が喧嘩別れしたスタッフがね、お母さんを慕って来た時にお母さん取らんかったよね。でもそれは高山を喧嘩別れして来とうスタッフはやっぱり拾えんよね、でしかもお母さんが作る組織じゃなくて、私が作る組織を全うわけやけん、お母さんはね。だけ結局それ全かで、お母さんの時と私の時はシチュエーションが違うよね。私は作らないから組織やけんね。でも少なくとも彼はこう言ったっちゃ、もしここで春町に採用してもらえんかったら他の市長さんには行きませんって言うわけよ。ってことは要するに吉住さんのところだったら一生懸命頑張りますって言おうわけだ、要するにこの言葉をちょっと信じてみろかなと思ったんだね。で小石さんにどう思うって聞いたら、そこまで一緒できちんとしたところでそこまでやってある彼と一緒に仕事をしてみたいですって小石さんは言うわけよ。小石さんが仕事を一緒にしてみたいですって言うわけだ、これありやねと思ったんだね。でそれでうちはその時はもうやめと、おの言うときは面接に来たっていう、なんとかさんはもうやめと、ああそう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 、やめさせたよ、そうそうそう、
だけど実質一人でやるみたいな状態だったね。で、いや実際ほら欲しかろうがうちもそのまま行くわけいかんやない。だからどうしようかなと思った。自分の都合じゃなくて小石さんが一緒に仕事したいですって言おうし、あの開けて押し込みがいいとこやけどね、ほらきちんとしたところでそれだけあのしとうところやけどさ、えっていうようなとこじゃなくて、あそこを辞めるとあなた他行くとこないよって私が言うのにね。だけでもね、人は失敗にしか学ばんちゃう、うん、他のとこ行ってみてお給料の多いとか少ないとか、あお給料の報酬がいいとか悪いとかじゃなくて、やりようことが正しいか正しくないかとか、その何かな、そういうことがねやっぱ大事になっていくっちゃう、うん、でそれで、あとは人じゃない、うん、お金じゃないとしてもやっぱり勤めてる先の、うん、こう人となりに自分が共感できる、うん、そうと思うっちゃう、うん、ってことはさ、私が磨きをかけない感じやっぱり、うんうん、ね、でまあ今回そうやってさ、まあ何ていうの、一緒に作業してきたというか、なんかちらちら見て結局ちゃんと行ける先はここで、私さ、私言ったよ、初めは普通に時給やし、まあ、3ヶ月試用期間でね、であの必ず正社員として採用しますとか、そのあなたを結局重きを置きますとか約束もせんし、そう普通の人の扱いと同じよっていいとねって、あのもらう給料じゃありませんっていうわけで、時に 1ヶ月目はさすがに750円っていうわけじゃないけん、時給850円で計算させてもらって、で1ヶ月経ったけどさ、2ヶ月目にどうしようかと思ったって。で、徐々に言うとったけど、しっかり仕事してくれんしゃうわけだ。もう、はっきり言って、あの、っていうか、こげんさんも、あの、入ってみて、僕のやる仕事がちゃんとあって、僕が、あの、する仕事の余地があってよかったですって言ってくれた。ありがとう。でもいっぱいあったよ、もう、機械音痴やん。ね、なんかやっぱ、この男性の分でなおざりになった分があって、あと、手がつけられんで置いとった時計のこう山があったりするみたいな、うん、それもきれいに黙ってこう、あのこれいいんですよ、あとどこで見つけてきて、上ありました、ありがとうとか言うんだから、もうとりあえず全部で、あとね、あのこう私の仕事ってさ、保証2人に保証人書かねえかんじゃん、うんうん、でもこっちから言わんかったったったら、この仕事は必要でしょうからあの用意してきましたって言うと、もうこれさ、私前言ったらね、こんなの書いたら書くのやったらどうのとか言われてから、もうちょっと嫌な思いしたもんやけど、こっちからちょっと言うのもやめとったじゃけど、ありがとう、もう本当に揃えてくれてましたけど、もう本当ありがとう。あともう一つあったね、あその 5日間で辞めた子の後、かなさんが厳しい役をしたらいけないんですよ、あの僕が今次は僕が悪役を買いますって言ったわけだけ、僕私たちがやりよって、あちょっと空気が違ってきたなと思ったら、かなさんがこう仏様のようじゃないけど、その子をこうあの萎縮してる彼をこうフォローするみたいないう側に、だけ悪役は僕に次は悪役は僕に交わしてくださいって言ったじゃん。だけそれ決めてはこれやね。でそれでみんながおろそろとときに、島崎くんを今月から店長にっていうことでしたいと思うんですけどって、小石さん間髪入れていいと思いますって言う。で小石さんすぐいいと思いますとか言わんと、あのうんともすむって、あの全然、ね、興味がないというか聞きようだっていうような感じだけど、小石さんが間髪入れずにいいと思いますって言ってくれたもんやけど、で島田君に言ったじゃん、私たち女同士はね、この時にこういう件ああいう件で根回しとか一切ないって、私あの時初めて口にしたって、でも小石さんすぐいいと思いますって言ってくれたろうって、あの人あの飽きて全然ね、あいいと思ってない時は知らん声を出さないことも、もうここ1ヶ月一緒に働いて分かっとうけんさ、もうそんな感じでね、茅野屋にご飯食べ行きました実は。何と、あ茅野屋今度行こうね、あのね今あ茅野屋はちょっとごめん、明太子はあまりちょっと美味しくない、美味しくないって言うたらいかんけど、ほら、消防庵の茅野屋、うん、あ、そうスローフードみたいな、うん、で、ほら、うち全然飲み会しょっちゅうせんやん、うん、1年に1度の、うん、あれね、それに4人で行ってきました、10日の日4人って1人はあの文句言いながらも
人気がした誰やめてもらったとか契約、うんうん、ああいや文句じゃない文句じゃないその人は私がそのうちの専属のパートさんになってくれって言ったらアウトソーシングのままでいさせてくださいっていう人やけんさ、うん、だけどその小石さんと佐々木さんと島田君の4人でできました。いやいやだけあのね世の中は契約社員のままでおらせるけんいかんじゃろ。でも本人が契約社員のままで派遣のままでいたいって言うしゃるけんさ。いや文句たらたら言うてやだから誰契約同士なんか前の日売り出しの前の日に来てからあ、どこでそのもう一人でしょいや、それはそれはなんかあれしようだ、うん、当時はブツブツモードだったよ。いいと思ってないよ。それはいいと思ってないよ。そういいと思ってないよ。いやでそれでさ、いやいやだけにさ、そげん自分が思った通りには誰もそんな思わなきゃしょうがない。しょうがない。しょうがない。それある意味すごいな、勇気あるなっていうかさ、一番なりなんなりあればやっぱり会うわけや。うん、吉村さんとことも。いやだから知ったよ。挨拶しに行っておいでって、ちゃんと、うん、きちんと挨拶しておいでって。でもね。ナクさんに言ったよ私あのごめんちょっとうちもさ背に腹は変えられんででしかもあなたのところの押し込みがいいけんっていうのは分かっとうけんねちょっと採用したけんって言ったらあの今まで持ってたそのそういうノウハウというかそれを生かすような形の転職っていうのはありと思うのでこういうトレード本人が望んでこういうトレードで僕ははっきり言ってあのベストマッチだと思いますよあの一番いいところに行ったなと思ってますよって言ってくれたってあの私みたいなタイプとあのあれは合いますからってであの今付き合いよう人がおるのに今付き合いよう人と結婚するかどうか分かりませんそげない方があるもんかって言ってから私が言ったよって言ったらあそうでしょうって言ってからあのうんぬんって言ってからねだけどいいとこ悪いとこも知っとるわけやだけでもね去られた方っていうのは辛いもんよ、うんうん、去られた方は辛いもんよしかもその10年そうよ、ね、そうよそうよだけど私はここで、うん、あの有頂天になっていかんと。ここでね、うん、ここでちゃんと、あの要するにあの、勝ったわけではないわけよ。うん、たまたまそうやって来てくれたけん、大事にするし、調和も大事にするということです。うんうん